さあ続きいきます。はい、とりあえず主人公の武器は取ってきました。ただそれだけ ただそれだけなんですけど、やっぱ攻撃力はまず全然違う、ロングソードがもういかに弱いかっていうのを思い知ったんですけど、まあでもそれがね、なんだろう、こう、根本的な解決になるのかって話なんですよね。あら、敵出てきちゃったか。敵のお出ましだぜ。あの火力はちょっとやばいからね、あのバリア張ってた、なんか意味わかんないちっこい敵なんだけど、あれはちょっとな、どう対処していいのかわからないっすよね。結局そこのところがね、あれ回復してくれないのかな、こっちか、回復は。ちょ、回復してから行きますね。宿屋にも泊まらないで来たんで。いやー、どうしようかな。で、またさ、結構このパージ神殿ってさ、遠い。最寄りの町からでもね、結構、遠い。なかなか来るの大変でしたね。OK、回復しといて。いやすんなり行きたいけどな、多分主人公の武器持ってきたって言ったって全然根本的な解決にはならないと思うんですけど、まあとりあえず行ってみます、とりあえずはね。OK、 物理キャラで固めたとてなんだよな、 HP そんな高くないしな、物理キャラでも。ちょっと待って。引きつけといて、引きつけといての、よし、よし、オッケー。行った行った。さあ、何回目かわからんけども。いや、ランドがちょっと突破したいっすね。でも、この先みんなあんな感じの敵出てくるのかな。火力があまりにもね、高いっていうのは、向こうの敵のね、火力が高いっていうのは、まあ、しょうがないとしてもなんだけど、こっちの物理攻撃は全く効かないっていう、あれはちょっと勘弁だよな。うわぁ、もう言わんこっちゃない、もう早速出てきた。これどうする、これ。クーハザンは入る。通常攻撃は入らない。うわぁ、もう早速シウス死んだ。でも1000いくら効いてるな、1000いくら効いてる、イザレクト。オッケーオッケーオッケー、クーハザンでなんとか対応できるな。オッケー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 。いやそれでもこの火ダメは抑えきれんぞ、ちょっとこれなんとかでも光は見えたというか、突破、これが突破口になってくれりゃいいですけどね。キュアライト、常にもう HP を全開近くまで持ってった方がいい気がするな。どうでしょう、スイートシロップ最高。おっと、今度この赤いバリアみたいなのはこれ通常攻撃入るんですよ。だから、まあ、普通に殴ってもいいとは思う。あ、まあでもそこそこ、やっぱロングソードよりだったら全然ダメージ入るわ。全然入る。いいっすよ、いいっすよ。これだったら戦いがいがあるというか、やれる感じがする。おお、なになになに？なんか主人公顔真っ赤になったけど。わあ、結局落ちんのかよ。結局落ちんのか。まだダメ？まだダメ？このアイテム使えるようになるこのタイミングがよくわからん、解禁になるのがよくわからんな、タイミングが。危ない、これだけ苦労してもな、経験値1000ぐらいか、厳しいね、世の中厳しいんだよ本当に。よし行こう。まあそれでもなんとか、これでまたレベルね、一つ二つでもこう上がってくればさ、また、
ちょうどよくこう戦えるようになるかもしれない。レトロゲームあるあるだけど、やっぱ一つレベル上がればね、気持ち楽になるっていうか、全然火ダメとか湯ダメとか変わってくるからね。よし。で、これが鑑定しとくか。武器じゃないよな、でもな。あ、でも武器もあるな。薬草類か。薬草、まあ、一応鑑定しとくか。なんかいっぱいあるな。鑑定できない。鑑定してくれ。スペクタクルズの数も限られてるからね。スイートシロップダメか。よし、今度いける。ロングソードいらねえ。これはマンドレイク。マンドレイク。スペクタクルズがね、あっという間になくなっていっちゃうな。所持数20だったらちょっと足りないよね。アスピテル。ちょっとね、守りながら、味方を守りながら戦おう。ちょっと待って、ミリ1000いくらとか聞いてたよ。うわぁ、700とかさ、バカじゃねえの、マジで、これ。なんかダメージ、計算おかしくないっすか？なんかおかしいっすよね。よし、ミリを守りながら。よしよ、なんとか。よし、やってくれてる。オッケーオッケー。ディレイ。ほう。なんかスロー的な感じなのかな？誰だ？ヨシュアか。ヨシュアじゃねえな。こっちだな、多分。ディレイ。敵の移動速度を遅くする。いいじゃない。そういうのどんどんやってくれよ。ボスとかには効かないのかな？ルナテックリング。ルナテックリング。はい。あ、そうだ。ミリーに。そうだった。ルナテックリング。あらゆる魔法と直接攻撃のダメージをゼロにする。めちゃくちゃいいじゃない、これ。ゼロってじゃあ無敵じゃね？そういうことじゃなくてか。火打ち石もつかねえだろ。あ、でも、この辺は装備できないのか。魔法キャラ、あ、違うな。よくわからんけどな。ヨシュアはフェザーリングつけてる。ジョシウスでいきますか。いきますか。あらゆる攻撃をゼロって最強じゃね？これ、なんか1いんのかな？違う？ちょっとわかんない。あ、こっちか。こっちいけるな。あー、出た。あ、ピヨってる。ピヨってる。ちょっと待って。そういうこと？あらゆるダメージをゼロにするって。そういうことか。行動不能になるけど、ちょっと待って。ピヨってる。待ってくれー、もう。なんだよ、これ。ちょっと待って。これ、まずくね？無限地獄じゃね、これ。落ちた？これ。無限地獄に。ちょっと無限地獄に落ちたな、これな。死にたくても死ねないっていう。うわー、これやっちまったー。無限地獄だ、死にたくても死ねない。トグロ兄だよ、これもう、完全に。いや、とんでもねえクソアイテム捕まされたな、これ。しょうがないからやり直しますか、これは。やり直しましょう。はい。じゃあ、とりあえず一旦またセーブポイントに戻ります。まあ、ほんと突破できないね。まあ、でもなんとか、頑張ります。はい。さあ、戻ってきました。地獄の時間の始まりです。いやー、マジでここ鬼畜っすね。なかなか突破できん。この難易度がもうずっと続くのかな、これって。どうなんですかね。作戦で我々を大事だよな。いやー、一応、
サポート系の魔法を打ってもらおうかなとか考えましたけど、いやーダメだよ。わあもう、くそー、なんかストレスだなこのパーチ神殿って。最初来た時もそうでしたけどね、なかなかのストレスなんすよね。くそー、どうにかしないといかん。もっと粘り強く、粘り強くいかないとダメだな。まずはなんだっけ、あらゆるダメージをゼロにする、あれはなしだわな。クソアイテムもいいとこじゃないですかあれ。ねえ、いや全然進んでない。この前の前の動画から全然進んでないのよこれ。非常にまずいですよ。こんな難しいかな。昔プレイしたことある、あったと思ったんだけどな、これな。最初だけだったか全部クリアしたか忘れたけど、こんなに苦労したかなっていうね。まあ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 いいでしょう。もう、とにかくもう何回も何回も挑むしかない。この赤いやつはまだいいっすわ。青いやつダメだね、やっぱり。また使うしかないし。あ、回復した。この辺敵もちょっと考えてほしいよな。あ、敵じゃねえや、味方も。ヨシュアもミリーもちょっとね、まあミリーはサポートだからあれだけど、ヨシュアちょっと考えてほしいな。スイートシロップ。何回も来てるぞ。まあ、この辺はまだ、運はいいぞ、今のところ。レイ撃つなよ。それダメだって。せっかく苦労してダメージ与えてんのに、それはダメだって。ゲイ。よしよしよし。レベルは上がる。レベルは上がるんだよ、とりあえず。主人公ってあともう技覚えねえのかな。どうなんすかね、覚えないのかな。鑑定いいわ、どうせそんな強いアイテムでもないだろうし。ほらここでさ、このフェアリーリング、これすごくいいアイテムゲットできたから、ね、このここにある宝箱な、何リングだったっけ、これもねすげえいいアイテムなのかなと思ったら、ね、ダメージゼロになるって書いてたから、すげえいいじゃんってね。その代わりピオリますよっていう、それの説明がないんだよね。そこ一番大事なとこじゃねえかよっていうね。その説明なしでお前どうすんだよっていうね。えダメっすよ、ちゃんとそこのとこ説明しないと。あった、処理が止まった。ピオル代わりに無敵になるとかさ、そういう風に書いてくれよな。大事なところをね、隠すのは良くないよ。オッケー。よし、あとはひたすら殴るだけだ。オッケー。まああれなんでしょうね、この先にも、このね先にもすごく強いさボスがいるんでしょうね多分ね。よし、なんとか来たぞ。パーチ神殿真相部かな、真相部の OKOKOK 運はいい、いいよ、いいですよ。なんとかいやらしいやつは避けてる。空気読んでくれよ。よしよしよし、 OK。 ディレイ、うん、そうそう、レベルが上がるのよ。来たね。この辺は結構奥深いんですかね。ちょっとわからんけど、武器じゃないなら鑑定しない。武器だったら鑑定して、セーブポイントある。これセーブしろってことなんかな。
セーブしとくか。まだ MP には余裕あるけどね。とりあえずセーブしとこう。とりあえず全滅してまたこっからやり直せるっていう。ね。それがあるからさ。あかねえな、どこもかしこも。ちょっとまだ、まだ来れないのかな。階段あるけど。こいつもまあまだマシな方だ。あの、青バリアのやつは本当に嫌だから。よし。よし。ほら、カッチカチだな。硬えな。なかなかの無尽蔵の HP。よし。どうだ？OK。おっと、ヨシワもレベルアップ。さあ、こっからはまだ踏み入れたことのない場所ですけども、ここはいける。近くに階段あるんだよな。これどっちだろうか。あ、なんかスイッチ的なのあるんじゃない？これ。ほらほらほら。これ押してさ。閉まっちゃったよ。これいけねえんじゃね？いや、いけない。マジか。これ困るな。困るな。どれか一つ開けないとダメなのかな？もしかして。めんどくせえな。ここすんなりちょっとね、あのスイッチ3つ押したらさ、OK みたいな。ちょっとそこすんなりいってくれりゃいいのにね。ああ。OK。オッケー、シウスもレベルが上がる。一つ、じゃあ、ちょっと、解除するか。開く？開かない。一番、これかな。あ、これが開くんだ。ってことは、もうこのまま戻るしかないですけど。わあ、やべえやつ来た！しかも挟まれてる。挟まれてるよ。うわー、もうなんでこうすぐ落ちるかな。リザレクトで生き返す。もう一回だ。うわー、もうえい、後悔させてやるってなんか言ってましたけどね。顔真っ赤になって、くそー、クハザン連鎖だ。もうこうなったよらー、俺だけは助かりたい。よしよしよし。わー、これだけ苦労して経験値全然だぜこれ。あー、スペクタクルじゃなくてリザレクトだ。はいはいはい。いやいやいや、でもまあなんとかは生き延びたぞ。なんとか生き延びた。全滅しなければ OK よ。開くかな？開かない。あ、開いてる！二つ開いてる！はい。なになになに？これはよくわからんな。よいしょ。武器だったらいいけどな。あ、なに？敵か？え、宝箱開けたら出てきたのかな？違うか。宝箱の前でエンカウントしたのかな？だからそれダメなんだって。それダメよ。よいしょ。もう一生懸命ね、ダメージ与えてるからね。いや、それダメなんだって。ちょっともう、AI クソだな、これ。よいしょ。よいしょ、OK。まあまあまあ、無事よ。全員無事は無事よ。これは？マンドレイク。あんまり持ち物がいっぱい。マジか。え、そういうことじゃなくて、ああ、マンドレイクがいっぱいってことか？じゃあ別にいらないかなっていう感じだけど。ね、鑑定でさ、これなんだ？宝石類か。宝石類はいらない。ウェポンどうせロングソードでしょ、これ。ほらほらほら。ああ、いらんいらんいらん。宝石類も鑑定後だ。ってなるとだな。と
となると、これ2つこっち回して、これでどうだ。あー、閉まっちゃうんだ。あー、まあいいや、ここ2つ開けとこう。何か、あ、まあまあ、このパターンだったらまだまだまだ大丈夫だけど。よし、開けないです。サンダーボルトは効くよ。あー、ミリ、わー、ミリ落ちまくりだな、これ落ちまくりだ。さあ、ナイスなタイミングで入った。ナイスなタイミングで入りましたよ。よしよしよし、オッケー。全員さて、一回戻って、ここはちょっとまだ開けられない。こっちだなあ。あ、こっちもいけるな。こっち行けてたっけ、さっき。新たに道がこう、あのギミックで開かれたのかな。もうさ、あの、常に回復してくれ。ミリーとかヨシアとかは、あの、やばいと思ったら、ヨーラもう、あー、ピヨってる、ピヨってる。すぐ、もう、すぐ回復、回復。うわー。まあ、落ちるな。お荷物感が。くそー、ピヨってるピヨってる。また落ちた。なんだこいつは。とりあえず数減らしてから引き返そう。オッケー、ここで引き返す。よしよしよし。まだまだ甘いね。なかなか思い通りにいかんな。ヨシュアじゃなくて、こっちだな、ミリー。もう常に前回までキュアオールかけてもいいぐらいだよね。この辺は得意なも関係ないのかな。こっちは、こっちはまだまだいけそうな感じだね。また扉があるけど、これって開くのかな。どうなんでしょうね。だからそれダメなんだって。それダメよ、レイは。こ、いや、ダメだって、もう。こっち必死超えるダメージ与えてんのに。なんでレイ撃つんだろう。そういう設定なのかな。なんでなんだ。なんでこいつはレイを撃つんだ。激アライト。宝箱、セボリー。ああ、またちょっと止まりましたね。セボリーもいっぱいだよな、もうな。セボリーって回復か？まあ、使ってやってもいいけどな。オッケー。こっち行ってもあるな。スイートシロップ。なんかさ、あの、本当にこの作品ってあんまり武器置かないっすよね。消耗品を置いてくれてはいるけど。わー、もう早速落ちたよな。わー、やべえ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 。うわ、なにこれ。なんじゃこりゃ。いや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 、ふざけんじゃないわよだよね、これね。あの青いやつでできたらもうほぼほぼ終わりじゃねえかよ、もう。まあ、でもとりあえずここまではね、来たからね、ちょっとまあ、一歩前進ということで、あの、長い目でね、あの、ちょっと応援していただければなと思います。はい。とりあえず今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。